御堂家は旧体制で何人もの大臣を生んできた家です。でも本当の家業は傀儡使いなんです。ええ、喜んでカテドラル計画とやらに参加させてもらいます。緑の波動はあの扉に続いてるんや。自分でもどうやるのか見当もつかんわ。それでもこの先に自分の進むべき道があるのは確かなんや。